今日は3人でね、久しぶりに動画を撮りたいと思います。ちょっとね、 YouTuber っぽくね、ちょっと質問コーナーってよくやるじゃないですか。うわ怖いな。人生の中で一番嬉しかったことは、この人たちと友達になれたことですかね。ここは何も来てないです。うわ風がさ、いや、変なこと言ってすごい怖いんだけど。ディズニーとポポンデッドですね。たくさん子供は欲しいんで、そしたらその子供の面倒私が見てあげますんで。絶対に嫌です。ユート放送局どうぞ。この字は自分じゃないの。うわ、マジかよ。え、最近の黒歴史。うわうわ、これか。この間ケンタッキーに行ったんですよね。で、ケンタッキーで何頼んだんだっけな、なんかオリジナルチキン2つと、あとポテトかな、それとスマイルくださいとか言っちゃったんですよね。そしたらよく考えたらマックじゃんとか、スマイル。ケンタでスマイルしてたよ。わ、シンプル。はい、じゃあ陽介さん。好きなタイプ。好きなタイプ。お、これ定番ですね。まずは優しくて、可愛くて自分に合ってる。すごい理想高くね。高いね。どうしたの。あ、でも、あ、細かいことでもいい。いいよ。意外とショートカットがいいなって。めっちゃ細かい。だよね。バッテンってなってる。バッテン。は？まさかの。これたまたまだよね。たまたまで。誰が書いたんだ。また好きなのタイプ。またも俺が来るの。そういうことだ。今さっきのね、陽介さんの後に次圭介です。はい、まさかの被るというね。ほぼ陽介さんとは似てる感じなんですけど、優しい人で気が合う人なんですけど、ただ一つ言えることは、はい、丸っこい顔で、体型は別にそんな気にしないんですけど、すっごい、はい、な、言っちゃいけないだろうな、言うとこ。あとはいろいろと応援してくれたり、自分も応援するんですけど応援してくれたりっていう、そのお互いが励まし会える人がいいかなと思います。でもやっぱり二人とも言ったけど、優しいっていうのが入ってますね。じゃあいきますね。これでいこう。それで、おお。何？この二人の中で付き合うとしたらどっち？まあまあね、それぞれいいところあるのね、本当に。でも正直に、でもなんかどっちかが傷つくの嫌なんだよな。傷つかないよね。でもね、面白いのよ、陽介さんは。やっぱり。だから一緒にいたらね、すごい楽しいと思うんでね。ちょっと頼りないとこあるんですよね。正直。いや、東京駅まで行けるけど、その他行けないっていうの。っていうか、基本的に行けないじゃないですか。東京まで行けないじゃん。東京音痴なんだよね。だから、ちょっとどうしか一緒に出かけるって、もし、陽介くんに任せるって言ったらちょっと怖いんです。だから面白いのは陽介くんなんだけど、もし本当にだったら、もう、圭介くんかな。頼りになる。筋肉は美しいし、しかもすごい真剣にいろいろ考えてくれるんですよ。困ってる時とかね、私が困ってる時にまあ相談するわけですよ。そしたらすげえ真剣なんですよ。考えてくれたりとかね。例えばそこまで言っちゃうとちょっと内容まで言わなきゃいけないけど、まあ頼りになりますね。はい、どうぞ。はい、引いて。じゃあ僕ももう最後に、はい、取っといてください。じゃあまずね、陽介さんとかね。はい、どうぞ。ドゥドゥン。何歳までに結婚したい？はい、です。なんかそういう質問今回多いな。まあ今あなた何歳？21。21歳。でけど周りも結婚してる人とか多いな。あ、まあ早い人はね。いやー、30後半ぐらい。おー、なんかあるんですか理由？いないです。ちなみにゆうとさんは考えてないですよ、正直言うと。全然、もう22ですけど、まだ全然考えてません。じゃあいいですか、ラスト圭介さん。じゃあ行きましょう、ラスト。僕は、はい、じゃあラスト圭介さんの質問。ドゥドゥン。好きな女性の可愛いところ。これはあれですか、仕草とか。仕草とそんな変わんないのよ。さっきのあれと変わんないか。まあいいや。僕は、はい、なんだろう、長袖の時にちょっと暑いからって言ってまくる。はい、たり、あとはそのお風呂掃除とかさ、はい、皿洗いとかするときちょっとぶかってしてるさ、やつをさ折り曲げてさ、はい、ちょっと髪の毛結んだり、その折り曲げた服で
髪の毛結ぶところが可愛いなって思う。それちょっとブカブカ感が出ててさ、細い腕が出てて、それで結んでる姿可愛いかなと思います。いいっすね。そこが一番好きですかね。気持ち悪いですけど。はい、ということでね、今日はね、ちょっと初めてこういう YouTuber っぽいね質問コーナーっていうのをね、まあ僕の質問はよくこうライブで答えたりするんですけど、ちょっとこんな感じでゲーム感覚で、まあ、3人でやってみました。なんか初めてやったんですけど楽しかったですね。楽しかったですね。ちょっといろんなこと知れた。そうで、これ本当に何を書いたかお互い知らないんですよ。で、意外と多かったのが恋愛系が多かった今回。そう、そんな俺たちはね、キュンキュンしたいんですかね。わかんないですけどはい、ぜひぜひ高評価よろしくお願いします。じゃあ今日最後までありがとうございました。バイバイ。バッシェバッシェ。今日はね、なんと何をやるかと言いますと、久しぶりにね、感じた感じたシェ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 。好感度上げに来たよっていうことです。ありえねえわ。それ入れちゃうの？そしたら、あ、待って、分かんなくなっちゃうじゃないか。これ見て。あ、終わってる。あぶない。だから終わったらもう出ちゃう。はい、見えない見えない。ちゃんと待って、じゃあちょっと、はい、陽介さん引いたのはこちらです。子供に名前をつける。ちょっともうでかい声。はい、じゃあ次最後僕。じゃあ次ラストね、ケイスケさん、いい答えをね。本当に最後で、え、ごめん、5枚ずつ入れてるから5個質問だよ。まだあるじゃん。うん、だからなんでお前3問って言ったんだろう。間違えたいいじゃない、もう3問だけでさっきのカットするよ、そしたら。 OK、 間違えた。あと2人、そうか、3人っていうのが頭の中に入ってたんだあとだから2問あるよ。じゃあ続いて3周目。あ、もう何周目しようか分かんなかったよ。3周目の陽介さんじゃねえや、ケイスケさんお願いします。最近の黒歴史。しちっちゃ。え、黒歴史ないんだけど。え、最近。え、これでも言えないパターンになるじゃん、そうすると。言えるパターンのやつだ。言えるパターンの黒歴史って何、例えばどんな感じ。その分かんないんだけど、黒歴史の具体的なそのあれが。ちょっとやらかしちゃったみたいな。なんかパンツがなくなりましたみたいな。おお、それは実験だろ。これ一回止めていい。いいよ。じゃあいいっすかね、ラスト、ラスト行きましょう。はい、頑張って。ラスト行きましょう。さあ、これはラストですよ、それぞれ。司会者頑張って司会者、司会者うるせえななんで強調すんだよ、それに。